デイビッド・ベノワは、アメリカカリフォルニア州出身のジャズフュージョン界で活躍するピアニストで作曲家、音楽プロデューサー。LA スタイルフュージョンを代表するピアニストでもある。また、グラミー賞ノミネート歴5回。15歳の時にジャズピアニスト、ラムゼー・ルイスのアルバム、ザ・イン・クラウドに感銘を覚え、音楽家への道を目指した。18歳の誕生日に、ポリネシアンルームという店でピアノを弾く仕事をもらったのがキャリアの始めだと彼は言う。1年後にはハリウッドに移り、雇われミュージシャンになって結婚式での演奏や譜面書きなどの様々な仕事をこなしていった。この時にサックス奏者ダグ・リチャードソンの推挙で AVI レコードとの契約に至る。そして1977年にアルバム Heavier Than Yesterday でデビュー。以降アルバムを定期的に発表。中でも1985年発表のアルバム、This Side Up は、ビルボード誌のコンテンポラリージャズチャートで首位を取る。同年には、日本のキングレコード傘下のレーベルである、エレクトリックバードの企画で、AVI 期のセルフカバーアルバム、SUMMER を発表している。1987年に GRP レコードに移籍、アルバム、フリーダム・アット・ミッドナイトを発表し、タイトル曲が大ヒットとなる。彼の日本人の妻に捧げた曲、Kei's Song を収録している。1989年には、個人名義ではないが、スヌーピーやチャーリー・ブラウンでおなじみの漫画、ピーナッツの生誕40周年記念アルバムに寄せたコンピレーションアルバム、ハッピー・アニバーサリー、チャーリー・ブラウン&スヌーピーに参加し、ライナス&ルーシーが大ヒットした。その縁あって1992年から2006年の TV スペシャルで激友を担当することになり、ガラルディの残した楽曲を再アレンジする他に自作の曲も複数提供した。ピーナッツの50周年目にあたる2000年と同年2月12日に死去した作者チャールズ・M・シュルツに対する追悼の意も込められた記念アルバム。Here's to You、チャーリー・ブラウン&スヌーピー50グレート・イヤーズを発表し、このアルバムには、コーラスグループのテイク6やギタリストのマーク・アントワン、トランペッターのクリス・ボッチ等が参加している。また2008年には、企画第3弾目となる、ジャズ・フォー・ピーナッツ、チャーリー・ブラウン&スヌーピー TV テーマを発表。ビンスの楽曲が3曲、ベノワのオリジナル楽曲が3曲、新読された。それ以外に、ウィントン・マルサリス・セプテットや、デーブ・ブルーベック、ケニー・ジーによる音源、ビンスによるオリジナルバージョンのライナス&ルーシーも収録されている。ジャズピアニストのビル・エヴァンスを敬愛しており、エヴァンスに捧げたアルバム、ビル・エヴァンスからの手紙も発表している。フィル・ストリングスを取り入れた楽曲も多く、ロンドン交響楽団の参加によるアメリカン・ランドスケープや、オーケストラルストーリーズではシンフォニーが大々的にフィーチャーされている。ベノワ自身もシンフォニーアルバムを出すのは夢だったという。ザ・リッピントンズのリーダーでありギタリストのラス・フリーマンと親交が深く、お互いのアルバムで共演していることも多く、二人の合作によるアルバム、ミラージュ、ストラッティンもザ・ベノワ・フリーマンプロジェクト名義でリリースしている。この2作目の合作のアルバムより、フリーマンのレーベルピークレコードに移籍。このレーベルでの1枚目のソロアルバムは先に述べたオーケストラルストーリーズであり、クラシック音楽をリスペクトしていることも伺える。このアルバムには、阪神・淡路大震災の復興イベントに提供した組曲、神戸を収録している。2006年6月に発売のフルサークルは、活動30年周年を迎えたアルバムとなる。30年の間にストレートアヘッドジャズ、フュージョン、交響楽、R&B と手を広げてきた。このアルバムは自分のルーツであるコンテンポラリージャズに回帰したものだと、ベノワがこのアルバムのノーツで言っている。30年を節目と捉え、また新たなステップへ進もうとしている意欲が見られ、旧知のジェフリー・ウェーバーに加えポール・ブラウン、ジェフ・ローバーをプロデューサーに迎えていることからも伺える。2006年5月に来日公演した時に日本の漫画が好きだと語っており、このアルバム収録のユースケ・ザ・ゴーストは、幽々白書の主人公、浦飯祐介をモチーフにしたものであることからもその関心の深さを知ることができる。同年にトリオ編成でスタンダードアルバム、スタンダーズを発表。2008年にはカバーアルバムとなるヒーローズを発表した。マイケル・ジャクソン、エルトン・ジョン等のポップな楽曲のほか、デーブ・グルーシン、ホレス・シルバー、デーブ・ブルーベック等のジャズの楽曲をカバーしている。2009年にはヘッズアップに移籍、翌年にアースグローを発表する。2011年よりカリフォルニア州ロングビーチのラジオ局クジャズの朝の番組のホストを務めている。ありがとうございます。